パーティーちゃんの今夜は何パー？今夜は今夜はなるぬコラボだぞ、なめるな熱が飛んだ。のぶこに関してはいいけど、お前こうやってたからだね。見て、つば、ちょっと本当、初めましてごめんなさい。本当にもう、あとはもう本当に土の中に埋めるしかない今日はコラボでしょ。うん、誰とコラボ祭りなんですか。ノンストップラビットさんとコラボパーティー。ちょうど聞きづらい音程同士だったけど。ああ、なるほどね。ということで、はい、今回は、まあ、コラボ相手にノンストップラビットさんに、ご一緒に YouTube。あ、日本語バラバラだ。寝起き。俺がもうバラバラになったら終わり。ノンストップラビットさんに来ていただきました。お願いします。プラビットの人だぞです。ということで今回は意外に稼げるマイナーな職業を紹介していきたいと思います。おお、これ気になります。ありがとうございます。重鎮です、ある意味。いやいや、多分売れます。うわ、すげえ。もう売れてた。来週アメトークだよ。でもなんで僕らとコラボしてくれるっていう。売れそうなんで今のうちにつばってて正直ありがたくないね、はい、まあ嬉しいもんな、うん、いやありがとうございます。だってね、僕らだって登録者って2万人ちょいぐらいしかないですけど、どのぐらいいらっしゃるんでしたっけ。63万人ですね。やばすぎ不評。謙遜が1ミリもなかった、ね、63万人います。そんなボリュームなかった。ということで、ちょっと本日の企画がですね、僕の持ち込み企画ということで。ちなみに、ノンストップラビットさんって結成どんぐらいですか。今5年ですね。あ、5年。出会ってる人どんぐらいですか。あと7年ぐらいですかね。ちょっとじゃあ、あれか、それぞれ今からですね、お題を出しますので、はい、そのお題で3人が同じ答えを出すように答えてもらうという、はいはいはい、その名も絆チャレンジ。イエーイ。あ、やっとくな。スリッツは絆。できたのに今。あー。3人組のいいところは。それ絆なの。絆チャレンジってそういうこと。そんなさ、クレームなことは見つかんないからね。見てよ、同じチームの作家に。え、パック、絆って知ってる。まあ、俺らっつったらでもこれしかないよ。何、ガロちゃんがよく言うやつ。え、嘘、よく言ってる、うん、え、じゃあよく言ってない。まあ、一語一句一緒なくても、あの、ニュアンスだってればいい。はい、了解です。よし、かけました。じゃあ、じゃあまず、ノンラビチームからいきます。はい、あ、了解です。多分、合ってる。合ってる、合ってる。え、せーの、ポン。じゃあ、こちら方。三角形が作れる。三角形作れる。形がやっぱね、
その、ライブやるときのってことですか。そうです、ライブやるときの。なるほど、なるほど。普通プライベートで三角形作りたい。プライベートでも三角形作りがちじゃん。やばいやつ。やばい人そうだな。見栄えがいい、3が1番。なるほど。で、3人なら全員覚えてもらえる。でこれよく3人で話してるよ、その5人組とか4人組にしない理由は、やっぱボーカルは一番目立つじゃないですか、はい、これ覚えてもらえなかった。3人だったら3人ともがギリ覚えれる、ギリ覚えてもらえる。確かにこれはもう結成時から言ってるんで、はい、それだろ。いや、これだろ。いや、これだろ。それではない絶対に。ノンラビさんは絆何ポイントですか。絆2ポイント。おお、2ポイント。でもここかな。なるほどね。なるほど、なりました。まあ見せつけてやろうぜ、ああ俺たちの絆を。いきます、せーの。ボメン。ボメン。はい、字がすっごいギャル。まあ僕は、ポーズを取った時のバランスがいいから。ああ、はい、で騎士感。騎士感、なんかよく言ってない。騎士感、確かに言ってるわ。見たことあるから。ああ、それはだぞ、あんまトリオ関係ないもんね。ギャル2のチャラ男1っていうのはね、いっぱいおしゃべり楽しい。何でもでしょ。今日ちょっと、IQ 全部置いてきた。ということで僕らは、はい、ゼロポイント。わー、やべー、まずいぞ。待って、巻き返したい。わー、これ綺麗に消える。わかる。あ、全然ちょうどいい。わー、なんか俺バンドのグループなんか大体仲悪いと思ってたのに、なんか悔しいな。俺らでも仲いい方っすよ。あ、なるほど。なんか他はギスギス。そんなことない。マジで。そうなんだ。金と女で揉めてますから。え、だ、誰かに怒られますか。思い出に残るライブは？うわー、なるほどね。どっちもがライブ。まあ、確かに確かに。あ、これはライブ？ライブ？これは当たったわ。うわ、どっちだ。いや、でも俺ら有利だ。俺ら言うてライブの思い出なんか1年しかないから。え、でもうち2個絞れる。2個外したら解散しよう。いや、マジ？ここでやめる。今人のチャンネルで解散しよう。気まずい。はい、じゃあ僕らからいきますか。いいよ。え、マジ？うん、いきます。せーの、チュン。お、え、文字数多い人としてる。キョンチーが、あ、いぶき。迷った。あ、まあ、めっちゃ迷ったわ。一番受けたライブ。あー、そっか、うん、なるほどね。いぶきって会場ですか。いぶきっていうライブ名の。あー、確かに今本当僕ら滑ったことしかなかったんで。それまで初めて受けた。知られないぐらい受けた。確かに受けたな、うん。で、のぶこが、あ、でもそう、これ迷ったでしょ。そう、うちらが一番最初に出たガルちゃんと、まだパーティーちゃんじゃない時。あー、なるほどね。そういうことも。そう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 。初めて出たライブはコント、うん、で出て、まあ滑ったね、うん、マジで、うん、なんだろう、もっと息できなくなるから。初めてお笑いやってんだったらうっせらって言いそうだったもん。いやー、そんな感じの。てかほぼ言ってたよ、みんな言ってたよ、うん、物飛んできてたもん、もう。そっからはもう嘘にやるから。あということで僕らは、ゼロポイント。わー、やばいよ。じゃあ続きまして、はい、ノンラビチームいきましょう。はい、どうぞ。せーの、はい、こちら。こちらから品川ステレポール、柏パルーザ、お客さん数人。うわっ、お前バカかよ。ちょっと忘れろ早く。いや、これ初ライブなんですよ。ああ、なるほどね。ノンストップラビットになってからの初ライブなって、公にする前にこっそり出た初ライブなんですよ。ああ、ちょっとまあ裏というか、そうです、そうです、そうです、うん、本当のお客さん1人2人、そうだね、とかしかいなくて、はいはいはい、っていうのがすごい印象に残ってます。いやいや、初めて1500人ぐらい動員したワンマンやろ。そう、これは、すごっ。ゼップよりこっちよ、全然。2000人ぐらいの声を初めて受けた時にしびれたよ。お前、あとこのライブ泣いてたし。いや、でもそれぞれの価値観じゃん。あー、やっぱ価値観の違いだ。やっぱなんか3人いると1人、そういうやついいんだね。もう一緒なの。ガロちゃん。ポイントは、はい、2ポイントよ。絶対2だよ。やばいよ、4点差。え、やべ、巻き返したよ、ここから。自分たちの
直したいところは。どういうこと？え、3人グループとして、グループとしてよね。あー、直したいところ。いや、これむずいな。むずいな。直したいところか。え、ない場合は？かっこいいな。直したとこがいいが人の形してるんだよ。すべてが直したとこがいいがたまたま今人の形になって、なんかわけわかんなきゃギャルになったの。でも3人のことだよ。まあね。それこそ3人は何ですか、出会いは。出会い系サイトですか。エロ、エロ。本当ですか。いや、嘘です。普通にライブで知り合いました。あ、別々で、別々のバンド で僕らだけ抜け駆けで、本当フリみたいな。あ、それぞれにいたんですけど、僕のバンドとこの2人のバンドで、うん、3人で抜けちゃって全部解散させたっていう。それは3人で組みたいから抜けたんですか。そうです、そうです。絶対売れるって分かったんですよ。すごっ。なんでそれ、フィーリング。フィーリング。じゃあ、まあ、ノンラビさんチームからいきますか。了解です。いきましょう。せーの、ドン。うわぁ、すげえ。え、ぶちげえ。物理的なやつだよ。機材車、機材車めっちゃ壊れてる。マジで。おい、お前、これだろ。え、人見知りなんすか。だから今回お誘いする時も相当僕らの中で連絡するぞみたいなのがあってから送るんですよ。うちらみたいな雑魚に。いや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 。芸人さん一番緊張するやん。そうだね。もうコミュ力めちゃくちゃ高いイメージだから。ああ。じゃあ、あの、まあ、バンドとかでだったらまだ初めましてでも多少。いや、バンドももう全然友達いないですよ、僕ら。あ、そうなの。マジで。本当にこの3人でやってきました。うわー、かわいい。でも逆にそのなんか3人で頑張るぞってなってるのが絆っぽい。なるほど。ポイント期待できるじゃん。なるほど。じゃあこれタック何ポイント？はい、2ポイント。最初いるから。うわ、俺絶対これだと思うけど。うん。じゃあ行こう。でももちろん言葉のニュアンスむずいから手に取って。はい。せーの。はい。あ、でも。すげえすげえすげえ。まず僕が一人くらいちゃんとしたやつがいるべきだ。うん。人になった方がいい。お。なんで絶対一人は遅刻するんだろう。おお、これよくない。え、でもこういうことだよ、うちが言いたいの。そう、これもあの人間、ちゃんと人としてのそう、なんでこんなみんな頭悪いのだろう。ちゃんとしてないんですか。いや、僕はあの、だからバランス取ってるだけなんですよ。あ、こいつらが見たことないとこまでしてます。俺も本来、ゲのゲなんですけど無理してる。そう、無理して無理してる、ちゃんとしてるんですよ。人前にいるときは今こんな感じだけど、ここに来るまでパニックを起こして拾って連れてきてあげたのは強化だし。そうなんだ。本当にしっかりしてるのは強化なんだ。強化。なんで強化やねん。病気したから。誰ですか、3人だと。ちゃんとしてる人。ちゃんとしてない人が1人いるだけか、うん、え、だよね。そうだよね。感じます。うん。多分本当金髪とかにした方がいいっすよ、その。確かに。確かに。わかりやすいもん。うん。なんで今度一緒に連れてください。いいよ。なんならあと行く、すぐそこだし。あ、じゃあ行きますか。なんで行っちゃう。すぐ行っちゃう。あるでしょ、カラーが。ということで僕らは3ポイント。いやいや、巻き返したぜ。マジか。あとまだ巻き返せてないから。あ、そうなの。トリオとして一番熱くなった瞬間は？あ、いやー、あれ、いや、そりゃそうでしょう。熱くなった。そうだよ、向こう。ちょっとやばいよ、これ。熱くなった。え？これちょっと揃ってないとね。そうですよね。やばい。これ絶対あれだよ。うん。え？やばいよ。自信？いや、絶対あれでしょ。多分そうだと思ってる。ね、本当、うん？これ違ったらちょっと引くかも。引くよね。うん、やばい。じゃあ、 まあ僕ら行きますか、うん、もう絶対そうだもん、はい、行きます、せーの、バン。いやー、それはそうだ、ね、まあ本当僕ら面白そうがね、うん、目標にしてたし、やっぱまあ決まる前もそうだし、決まってそのね、うん、出た時もやっぱ熱くなったよね、一番、うん、一番。さあ、じゃあのんなみさんお願いします、うん、行くよ、はい、せーの、はい、あ、おー、うわうわぁ、よっしゃぁ、うわぁ。はい、じゃこちらから和歌山、去年でしたっけ、和歌山にロケで行って温泉入ったんですよ、はいはい、めっちゃ暑くて温泉が、うん、これです、そうね、一人だけトンチみたいなことしてる。どの湯のこと言ってるか。
れてもらっていい？これ僕らかなり研究して YouTube 当てて、はい、すごい。その前って TikTok とか、まあ、あとは Twitter 中心に頑張って当ててから YouTube 行こうっていう戦略だったんで、はい、この日は雨が降ってて、選挙でテレビが特番、選挙特番ってやってない日、確実に当たる企画を天候までチェックして、この日に持ってこようって言って、Twitter に載せて、そしたら4万リツイートで8万いいねいったんです。すごい、これは決まったぞってなったら熱いやろがい。確かに。忘れてました。温泉でかき消されてました。ずるい悪いに。で、続いてて、いや、俺も今、ゼップって言ったんですけど、よくよく考えたら違うなって思って。違うんだ。なんてよ、書いちゃった。あれだ、テレビ番組の楽屋で、隣がリサさんになったんですよ。おバズリズム。バズリズム、はいはいはい、それが一番多分興奮したかもしれないですね。興奮じゃない。熱いだろ。下の方から、下の方から、下の方から。違う違う。オンラビさんは、はい、0ポイント。イエーイ。え、今何ポイント何ポイント？僕は6対6。やった。え、バカおもろい展開やん。10年後、3人組としてどんな仕事をしたい？はぁ、なるほどね。まあ、ざっくりどうなってるとかでもいいってことか。確かに。これはだから、足並み揃ってないと、だって続けてね、やらないですもんね。うわ、これでもビタッと揃いたいな。ちょっと待って待って、じゃあさ、じゃあさ、あんまダメよ、そのヒント出し合う。うん、分かった。うわ、これどっちからいきますか。いや、どうしよう。じゃあ、まあ、一発じゃないか。まあ、俺らから行くか。せーの、ドーン。オッケー。僕が M1 優勝。うわー、そっちかよ。なんて言ったの？ほぼネプチューンさん。なんだそれ。ほぼネプチューンさんはネプチューンだ。だから番組とか冠番組、冠、なんかそのパーティーちゃんって名前が入ってる冠を持つ。個人の仕事して舞台とかもあって、早く個人で仕事したくてしょうがないんだけど、こいつ悪いな、なんでこいつはなんかね、狙ってんすよ、すぐ。貪欲なのよ。貪欲っていうか、一人でやりたがってね。違うじゃん。今の違うじゃん、ほんとに。いや、ということで、じゃあ2ポイント。わーい。絶対なー、これ絶対勝つのに。じゃあ、ノンラビさん、パーフェクト出せば勝ち。やべえ。そうか。逆に出さないと負け。出さないと、まあ。確かに。2ポイント以上合わってないと。そうじゃん。いけるか、これ。いい。やっぱ違うこと書きなよ。やめな。なんか変なこと書きなよ。いける気がする。いけるわ。いった、これはもう目標だから。はい。ノンラビさん、お願いします。せーの、はい。はい、これでしょ。クリア。まず M ステ、でこちらがバラエティ番組と音楽で、はい、キックオフ。出たよ。一緒だ。でもほぼ一緒だよ、ね。中間取れてるから。そうそうそう。お前らをまとめたのが俺なんだよ。確かに確かに。ちょうどだ。向きまで一緒だ。すごい。これは絆っすか。うわー、マジで。これ負けたかも。これ6ポイントじゃない。マジかよ。これすごいかも。キングオブコント優勝したいですか。いや、やっぱいろんなことやりたいんで、一環としてやっぱ10年後くらいには、あ、いろいろ減って極めたいなっていう。すげー。すごい。あ、全然面白いけどな。で、M ステですか。M ステ出たいですね、やっぱタモリさんのお気に入りになりたいです。お気に入り。あれ、グラビア番組とかじゃない。お気に入りが作ってるわけじゃないから。そうですか。で、バラエティ番組と音楽、まあ、YouTube やってる理由もそうなんですけど、やっぱ音楽だけじゃなくてこういう喋ったりもできるよみたいなことを発信したくてやってるんで、はい、なるほどなるほど。ゆくゆくはテレビだ。西川貴教さんが目標なんで、僕ら。あー、なるほどね。超もらい。確かにあの人ちょっと切り開いた感ありますね。そうですそうです。それが3人もいるってこと。その3人にしたいんで。うわ、なるほどね。うわ、でもまあこれどうどう。うわ、これでもみんなもの同じで、でその意見を まとめてるから3ポイント。確かになんかまとまりがあったな、うん、まとまりがあった。わ、俺さっき変えたんすよ、これ最終にする前に。えそれがモモコさんと全く一緒で、ネプチューンさんの。俺もここまで思ってた。本当俺もネプチューンかジャンポケって書こうとしてる。すげー。じゃあパーティーちゃんだよ、あんたたち。いや俺らもそう。パーティーいいよ、もうこの3人でやれよ。確かに。
はい、ということで絆チャレンジはノンラビさんの勝利。やったやった。いやすごいわ。ただほんとほぼぴったりぐらいだったな。そうだよね、バランスの取れなさとか、うん、バカいる感じが。はい、ということでチャンネル登録をね、まあちょっと魅力ながら、いやいやいや、丸ごとしてください。丸ごと丸ごとすべてを、はい、あとファンクラブのとかあります？あります、あります。全部 URL 全部載っけるって。みんなすべて必ず絶対にしてください。あと何か他にあります？もう全部言っちゃいましょう。いやもう全然、はい、SNS も必ず、裏垢も全部やって、裏垢も載っけるんで。ないです、ないです。はい、という、いや、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ノンストップラビットさんでした。ありがとうございました。最高に楽しかったんだぜ。ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。急に来るからな。ちょっと遅めにやってた。